雲の平の戦いは、戦国時代の天文10年5月に、信濃国小佐方郡で起きた合戦。天文年間に開国を統一した開州後、武田信虎と村上則清や諏訪頼重など武田と結んだ、信濃国人の連合軍が小佐方郡へ侵攻し、商県を領する宇野宗綱、根津元直ら重の山野には、両者の抗争から、雲の大乱が起こっている。村上氏は、重の氏を徐々に圧迫するとともに、作軍にも侵攻を始め、文明16年には、作軍の国人、大石の大井正則を下し、作軍に一定の支配力を得るようになっていった。一方、信濃作軍、小佐方軍と接する開国では、応永23年の上杉全州の乱で守護、武田信光の滅亡により、守護権力が弱体化し、有力国人との抗争が繰り広げられていた。永正4年に家督を継承した武田信虎は国内統一を達成すると、信濃諏訪郡を領する諏訪頼光が甲斐の国人と結んで信虎と敵対した。武田信虎は永正16年に作郡平鹿城を攻めている。この時は村上氏が援軍として出陣し、武田信虎は平賀周辺に火を放っただけで退散している。大永2年にも大井城を攻めるが、村上氏の援軍により敗北している。天文4年9月、武田信虎と諏訪頼光は和睦すると、両者の間では同盟が結ばれる。信虎はさらに、駿河国の今川氏や扇谷上杉氏、山内上杉氏との同盟を成立させた。甲陽軍鑑によれば、武田氏は、翌天文5年11月には、作郡海の口城を攻略する。天文8年には、武田家臣、信虎政が作に侵攻し、村上則清と戦っている。天文9年は、2月に村上軍が甲斐に侵攻、4月には、武田方の板垣信方が作に侵攻するなど、武田氏と村上氏の激しい攻防が繰り広げられたが、結果として、村上氏方が押し切られ、作軍は実質的に武田氏に制圧される。村上氏と武田氏が作軍で争っている間、小佐方軍や作軍では、重の山野を中心とする重の一族が上野国の関東管領、山内上杉氏を後ろ盾として、未だ一定の勢力を保持していた。翌年の天文10年5月、甲斐の武田信虎は、諏訪頼重、村上則清と同盟を結び、作郡、小佐方郡侵攻を行う。武田氏は作郡へ、諏訪、村上氏は小佐方郡へ侵攻する。雲の宗綱ら重の一族は抵抗するが、小野山次郎が落城し、雲の平、矢沢などにおいて3氏の連合軍に敗退し、宗綱の嫡男、雲の幸義は5月13日から14日に、かけての葛尾進撃の際の戦いで討ち死にしている。重の一族は5月25日に、総崩れとなると、雲の宗綱、真田幸綱、根津正直ら重の一族は、関東管領の上杉則政を頼り、上野国へ亡命する。雲の宗綱はこれ以降の動向が不明で、上野で死去したと考えられている。戦後に、武田、諏訪、村上氏は、重の領の分割を行う。新種を積むの日記によれば、雲の平合戦で降伏した人物に、矢沢殿がおり、これは、真田幸綱の弟とされる、矢沢綱頼にあたると考えられている。綱頼は、武田、諏訪、村上氏に帰参し、本領へ帰還している。綱頼は、武田氏と敵対した村上則清に帰属するが、幸綱が、武田氏に属すると村上方を離反した。また、諏訪氏有志であり、諏訪上党であった根津元直は許され本領を安堵されている。一方、信虎は山内上杉氏と同盟関係にあったため、6月4日に信虎、晴信親子は信濃から撤兵した。6月14日、甲斐へ帰国した信虎は、駿河国の今川義元訪問のため出立するが、その最中に、信虎が、嫡男の武田晴信により、駿河へ追放されるクーデターが発生する。7月には、雲の宗綱の要請を受けた、上杉則政が、美濃和城主長野行政を総大将とし、佐久郡に出兵し、佐久郡の大井市、平賀市、内山市、志賀白は戦わずに降伏している。この上杉軍には、海野宗綱や真田幸綱らも参陣していたと思われるが、長野行政は、諏訪頼重と和睦して、海野氏の丘陵地伊佐方軍には入らずに、帰還してしまった。このことが、真田幸綱が、上杉氏を見限り武田氏に進駐する遠因とされる。真田幸綱武田氏の勢力は大きく後退し、佐久軍は山内上杉氏、地伊佐方軍は村上範清の支配することになる。諏訪頼重は独断で山内上杉氏との和睦を結び、領地の割譲を行った。天文10年6月に家督を継承した晴信は、翌天文11年6月に諏訪氏との同盟を破棄し、諏訪軍へ侵攻し諏訪氏を滅ぼしている。これは、諏訪頼重が山内上杉氏と領地分割を含む和睦を独断で言ったことを盟約違反と捉えたためであると考えられている。晴信はさらに信濃侵攻を進め、佐久軍を奪還する。天文17年には地伊佐方軍へ侵攻し、村上氏と上田原の戦い、砥石崩れなど直接関係を交えることになる。また、山内上杉氏とも敵対関係に入る。上野へ逃れた重野一族のうち、海野宗綱は、その後消息不明となり、平安より続く名族重野三家の海野氏は、事実上滅亡した。真田幸綱は信虎追放後に、熱氏の紹介により、武田晴信に出仕し家臣となる。幸綱は、山内上杉氏や村上氏との戦いで活躍し、村上領となっていた本領の真田郷を奪還している。平山 2011P31 ABCDE 平山 2011P32 平山 2011P39 平山 2011P40 ありがとうございます。